中原型の作成に成田豊氏が加わり、初代ウルトラマンがよみがえる。そしてシリーズの基軸となる骨格からの造形を達成するため、ある男に協力を依頼。それは初代スーツアクター古谷敏。伝説のスーツアクター古谷敏氏のボディスキャンを実施。独特の手首の反りに至るまでリアルなフォルムを立体化。さらに可動域は広がり、スペシウム光線や特徴的なさまざまなポーズが再現可能に。また古谷氏協力のもと、円谷プロ造形部門 LSS が監修し、初代ウルトラマンらしさを忠実に再現している。当時のウルトラマンを見ているようで、本当素晴らしい完成度です。これは僕のもう大推薦ですよ。ぜひ世界中の人に手に取ってほしいと思います。真骨頂製法シリーズに来たぞ我らのウルトラマン。 SH フィギュアーズ真骨頂製法ウルトラマン登場。